久保さんすげえバイトありますね。<laughs> それすごいっすね、バイトね。こう組んでるだけですか <laughs> 世の中にいろいろありますね。まあ僕がね、いいなと思ったのが、いいなというか、あこんなんでもお金もらえるんだなっていう、昔テレビでやってたのが、あの、愚痴を聞くだけバイトですね。ひたすら愚痴はああ、そうですか。大変でしたねっていう、愚痴をひたすら聞くバイトがあって。 なんか副業、変わった副業難選みたいなのがあって、で、その一戦の中に、ひたすらこのヘッドホンで電話かかってきて、ああ、そうですか、みたいな。はあ、大変ですね、みたいな。っていうバイトっすよね。なんだそれ、みたいな。喋らなくていいのか、みたいなね。それも、聞くだけ、みたいな。うん。だから世の中にはね、いろんな価値があるわけですよ。 で露骨にやっぱね、あのー、個人が情報をこう発信できるようになって、まあ、それが露骨に出てきたかなと思うんですよね。で、それにまあ気づける人とやっぱ気づけない人はいるんですよね。で、その気づけない人っていうのは今までのやっぱ固定概念だったりとか、こんなものに価値はない、なわけですよね。だからその価値を見いだすものって、多分ね、自分が気づいてそこに対して値、ね、札つけるかどうかなんだと思いますよ。 今回のテーマは、ハワイで石を売れにしましょうか <laughs>。ハワイで石を売れと。だ石、あ、これは、こういうあ、この石には価値があるんじゃないかなっていう気づいて、じゃあこれ、値札をこういう風な感じでつけて、幸せな石みたいな感じで売れば売れんじゃないかな、みたいな気づいてね。で、それで売ってみるっていう、売れるっていう、売れたみたいなね。幸せになれるか、石みたいなね。 そうまあ幸せになれる保証はないけれども縁起はいいですよみたいな話ですよねこの前久保さん僕神社行ったんですけどいや神社ねすごかったっすねあの霧島神宮行ったんですけどお守りがねお守りが15種類ぐらいあったんですよいやこれ行ったもん勝ちだなみたいな <laughs> でちょ,っとちょっとデザインとか色変えて何々紀元何々祈願とかね何々祈願とかねなってるわけですよ これめちゃくちゃいいな、みたいな。これいったもん勝ちや、みたいな。だから、な、暗算祈願。まあ暗算祈願はベターか。うん。だけど、なんとか祈願、なんかね、変わったやつもあったんですけど、<laughs> これいったもん勝ちや、みたいな。<laughs> 例えば、なんだろうな。うん。な、な、なんか、お、なんかあるかな。まあ、健康とかはまあよくありますもんね。受験とかもあるだろうし、暗算もあるだろうし、 なんだろうな、他に。まあ、そう、事故でも、なんだろうな、例えば、うーん、これ、まあ、売り方次第だと思うんですけどうん、自然災害から見守るみたいな。だから、例えば、その、東北大震災起こったとき、阪神・淡路とか起こったときに、自然災害にあるじゃないですか。あとは、熊本大地震とか。 地震祈願みたいな。まあ、それはちょっとどうなのかわかんないですけど、なんか自然災害から守る神様みたいな作っちゃえば <laughs>、これもいけそうだと思うんですけどね。うん <laughs>。ま、それわかんないけどね <laughs>。てか、全部わかんないじゃないですか。じゃあ、そのお守り買ったからって全員が安産になるかわかんないだろうし <laughs>。じゃあ、合格記念、祈願のお守り買ったから、じゃあ全員合格できるのかっていうのもわかんないし <laughs>。全部わかんないですよね。で、わかんないんだけど <laughs>、 <laughs> も不確定要素ありまくりやろっていうとこなんだけどまあ売ってると <laughs> だからねちょっと見た時ねディスっちゃいましたけどねちょっと神社のこと <laughs> 言ったもん勝ちやなみたいなね <laughs> ねあのおみくじ引いたんですよでおみくじ僕大吉あのカメラ回しながらねおみくじ引きに行ったんですけどまあ大吉引いたんですけどあれも <laughs> まあ大吉と小吉とか京とかをただ入れてるだけじゃないですか <laughs> 運を引くみたいな運を引くことになんかエンターテインメント性があってそこに価値があって100円払っていく <laughs> でもやってることってただ紙に印刷して大吉とかね小吉とか中吉とか吉とかただ入れて混ぜてはいみたいな <laughs> 誰でもできるやんみたいなぶっちゃけそれがただ神社としてやってるからなんかそこに価値が出てるだけであってうーん 面白いなと思いましたね。本当に <laughs>、はい。ハワイで石を売りましょう。いってらっしゃい。